い、じゃあそれでは話せる日ハムニュースです。あ、どうも、日ハム担当池谷です。よろしくお願いします。はい、お願いします。いや、さあこういうことですよ。はい、もう不本意ですよ。これ誰が予想しましたかね。確かに、まあ、ほぼ解説者って言われる人が全員多分 A クラスにいるもんだと思ってはいたと思うんですけども、これはちょっとね、もう意味が分かんないね、意味が分からないこんな感じ。まあ8勝11敗、まあでも言ってもまだ始まったばっかり、まあ、要はロッテ、ソフトバンク上位2チームが良いとして、まああと1回2回勝てば、まあ、順位は変わるかなぐらいのラインにはいるんですけど、まあ、一体何が悪いのかなと僕もそれなりにちょっと今ちょっとね考えてきました。まず1、こちら原因1、打線ですね、まあ、打線がとにかく勝ってる8勝はすごくノリが乗ってるというか、みんなその打線がうまく噛み合っているんですよ。だけどね、負けた試合が悪い。それこそさっき西武の戦があった時も1安打しか打てないとか、はい、だからそのね、負けた試合でもある程度打たないってリズム作れないよっていう話なんですよ。で、まあいい話で言うと、まあ中田翔、まあ、中島がすごく今調子が上がってきてまして、うん、いい感じになってきてるっていうのはあるんですけども、ちょっと打線が弱いなっていうのは僕ちょっと僕の中の体感で思いました。で、次なんですけど、やっぱりね、大谷ですよ。やっぱり、ね、もうこれはみんな思ってますけど、やっぱ大谷が勝てない。まあいろんな理由があると言われてますけども、やっぱ大谷がそのキャンプ中に体重増やしたおかげで、要は投球のバランスが取れなくなってきてんじゃないかと、コントロールにそれで苦しんでんじゃないかというのもありますけど、まあいろいろありましたけど、結局俺これだと思うんですよ、原因に。大谷イップス、要は大谷投げるから勝たないとまずいだろ。あ、逆にこれね、マジでちょっと俺真剣に思ってんだけど、やっぱ大谷が投げるからにはこれ勝たなきゃいけないって空気がすごい漂ってると思うんですよ。でそれが要はこの3戦全部ダメな感じにつながっているんですよ。で逆に言うと、これ1回でも勝てばもう波に乗ると思うんですよ。でもこれだけ、これだけしてほしい、なんとか頑張ってもらいたいという。で次の原因、こちら、怪我人の多さ。これね、ちょっと尋常じゃないんですよ。今ね、軽くざっと上げますけど、こんだけ今怪我人がいます。ドン、はい、岡、浅野、上沢、有原、杉谷、矢野、石井、飯山、まあ要は今ベンチにいますけども、でまだこれ書ききれてはいないですけど、まだたくさんいますからね。うわ、もうこれだけでも本当にちょっとしたチーム、1チームすごいいいチームできますからね、これね。いや、これやばいんですよ。でしかも今レギュラーやってます西川もやっぱ右肩痛だと言って無理して出てたりとか、ベンチにいる石川くんとかも腰やっちゃってるから、まあスタメンでは使えない、代打でしか使えないみたいになってます。だからこの先どん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 怪我人が増えていくんじゃないかね、そんな感じになっております。でその中で、はい、出ました、私日ハムの一番の友人でございます、杉谷健士。杉谷健士、手骨折しちゃいました。20日に手術ですね。僕心配だから LINE しました。はい、杉谷に LINE。 じゃあ杉谷から LINE が返ってきました。こちら、はい、ドン、リハビリも頑張って頑張りますよ、早く復帰できるようにまた応援よろしくお願いしますと、うん、すごい意気込んで、ね、いい LINE が返ってきたんですよ、はい、なんですけど、その後にちょっとよくわかんないスタンプが送られてきたんですよね。こちらなんですよ。おっなんだこれ、なんでしょうかこれは。ちょっとどういう感情でこれ送ってきたのか全く俺には分からないんですけど、ただ一つ言えることは、ケンシポケットに手突っ込んでたら絶対また骨折するぞ以上、日ハムくんでした。何やってんだなんだあのスタンプよ、なるほど。そうですね、大谷君勝てないですね、なかなか。なんでですか、やっぱどこいいですもんね、だって。でもね、結構ね、イニング別言うと早い回に得点取られるんですよね。開幕戦もそうですよね。初回に取られちゃったりとか。そうですね。だそれでちょっと打線も絡まる感じするんですよね。1回、2回に大体取られるんですよ。まあ昨日もあれですよね、結構早い回に取られて、まあそこでもその2点で終わっちゃったんですけど、うん、そう、早い回と7回ぐらいにすごい取られるんですよ。なんか1回の攻撃、そのピッチャー投げてる大谷選手投げてる時ってストレートばっかり投げてるイメージなんですよね。あんまり変化球投げない。あれはピッチャー心理的にストレートでいきたいもんなんですか、1回っていうのは。いや、でもね、昨日の話で言うと、やっぱりね、もうちょっと
まっすぐをちょっと多く使いすぎたなって序盤に。やっぱりそうなんです。もっとあそこで誰かにこうライトに偏直を打たれたんですけど、その時もまっすぐを投げたんですよ。その前にフォークボール投げて、あんま良くなく、フォークボールが良くなかったからまっすぐ投げてたんですけど、それで打たれたんですよね。そこでもう一球こうフォークボール投げとけば無難に抑えられたんじゃないかなと。なるほど。無難に抑えに行くことを今考えないとダメですね、大谷君は。難しいですね。はい。